サッカーファンの皆さん、こんばんは。日本対オランダ、本日の試合解説は元日本代表北澤剛さんをお招きしています。どうぞよろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。さあ北澤さん、今日はどんな試合になるんでしょうか。そうですね、技術面もそうですけど、どこが勝負どころになってくるのか、そういったところを見ていきたいですよね。まずはそういったところでしょうね。そうですね、オランダとしてはね、特にトップへつなげるまでの流れでいろんなことをやってくるかもしれないので見ものですよね。なるほど。さあキックオフまであと少しです。さあ観客の見守る中、開始の笛が鳴りました。どちらが先にゴールネットを揺らすのか。左に振ってきた。左サイド上がるか。一人で抜き去る。抜けてきましたよ。いいですね。押し戻した。後ろへ流して。前線には誰が張っているのか。おっと、なんか誰もいませんよ。ここは大きく蹴りました。ファンボメル。ここからも狙えるか。枠の左。右を使ってきた。長谷部、松井、内田、前線へ。絶好の得点機。左サイドから、左からのチャンス。突破できるか、シュートまでいけるか。おっと、さあ通ったぞ。大きく狙った、ゴール。前半15分です。日本、均衡を破りました。すごいシュートでした。スタジアム中が大歓声で揺れています。いやー北澤さん、ディフェンスの立場で言うと、ああいうボールになった場合どうしても前に行っちゃうんでしょうか。そうですね、まああれだけこうゴール前でね、ダイレクトに叩かれたら、なかなかディフェンスも追いついていくことができませんから、どうにもならなかったのかもしれませんね。日本、まずは1点先行しています。でも得点した後というのはね、意外と隙ができますからね、ちょっとしたことでまた動きますよ。ファンデルウィール、ファンボメル、スナイデル、ナイジェル・デヨング、エリア、長谷部、奪います。本田。日本、今のところ1点のビハインド。でもこう、なんと言いますか、うまくパスはつながっているんですよね。そうなんですよね、
だからなおさら小さいミスといいますか、そういうものがものすごくもったいない感じがしますよね。はい、エンド読まれた、ファールを取られます。預けるカウンターですよ。さらに上がる、おっといい形だ、ゴール2点目、日本リードを2点に広げます。連続ゴール。でもね、今のはうまく決まりましたね。はい、さあ画面にはリプレイが出ています。北澤さん、日本絶好調ですよね。相手も驚いているんじゃないですか。モチベーション高いですよね。首を相手にすると逆にこういった作用が働くことはあるんですよ。オランダ2点差となりましたが、いかがでしょう。そうですね、巻き返すということよりも1点でも返しておいた方がいいということですよね。そうですね、手元の時計では30分が過ぎようとしています。中澤ディフェンスに合いました。奪った形、ボールは渡る、つながりません。このボール、このボール、スナイデル、長谷部、左サイドです。抜けてきます。まだ持っている。来ましたよ。ここは一難逃れます。日本この時点で2点の差をつけられています。追う立場にあるわけですが、少しずつ攻めに転じている場面が増えていませんか。そうですね、負けてはいますけど動き自体はそれほど悪くはないんですよね。このボール、なんとかクリア。前半40分を回りました。さあこっからだ。アイティンハファンボメル、柔らかいボール、裏狙いましたね。読まれた。そして前線、ここで前半戦が終了します。前半が終わりました。現在2対0です。見ていると前半の半ばあたりから急に激しくなりましたね。ええ、前半の最初の頃はね、ほぼ互角の動きを見せたんですけどもね。日本としては相手が徐々に精細を変えていくところをうまく切り込みましたよね。日本ボールをちゃんと支配できているようですね。そうですね、ほとんど相手を自由にさせていませんでしたからね。やはりしっかり抑えてますよね、この辺は。はい、さあ後半どういう試合展開になるんでしょうか。前半を終えて2対0日本2点リードで折り返します。後半です。両チームとも前半終了時と同じメンバーで臨んでいます。ボールを奪われます。内田、ボールは渡った、ルカそのまま打つ、ナイスセーブ。
中央上がっていきます。ファールに合います。オランダボールになります。通った。展開早いですね。打った、ゴール。3点目。後半まだ始まったところ、日本ダメ押しの一発でしょうか。右足で決めました。大歓声が響き渡ります。本当にね、ちょっとしたことでこうなってしまうんですよね。一方的ですね。さあ日本2点、そして3点目をものにしています。画面ではリプレイをご覧いただいています。さあ日本3点差をつけています。おー、抜けますよ。エリアやや中のフォローが遅いか。上がる。おーっと抜けてきましたね。ヘディング、ゴール。後半10分です。オランダ2点のビハインドというところまで来ています。ワンタッチで決めました。相手のブーイングが鳴り響きます。しかし北澤さん、守り側ですが、ああいった感じでボールの動きが変わってしまいますと、やはり寄せられてしまうんでしょうね。そうですね。多分ね、これポジション最初取って選手が入ってきた時に少しワイドに開いたんじゃないかなと思うんですよね。そのオランダ点差を縮めています。追加点が欲しいところです。トゥーリオ、左からチャンスを作った。長いドリブル、行きますよ。まだ行きますよ。ヘッドで戻す。エリア、自分で行くか。ボールを取り、松井、シュート、豪快に放ってきました。今のは入っていればもう3点差となっていました。そうですね、完全に身動き取れなくなってしまうところでしたよね。左からヘッド、これは惜しい。いいディフェンスを見せます。どうする。ヘッド、これを決めることができません。大きなチャンスでしたね。残念です。オランダいい攻めを見せてきました。奪います。これは長すぎました。ボールを奪います。さあいいボールが出た。シュート、弾いたところ、ゴール。後半25分です。日本ここで突き放した。これでハットトリック。サポーターが沸いています。最後は落ち着いて決めてきました。いやー、落ち着いていましたよね。ここはうまく決めてきました。うまく攻撃できたと思いますよ。そして一旦バランスを崩しながらも結果としてうまく、日本としてはやれることをきっちりやってますからね。その結果が出てる感じですかね。
なるほど。さあここから意地を見せることができるか。オランダ一旦下げます。大久保、位置取りが甘い。サイド、あと少しで後半30分。待っている。左サイド、さあチャンスを迎えている。シュート、おっと決められない。ですが北澤さん、今の攻撃なんですが、はい、最後はドリブルで持っていきましたね。この辺はいいテクニックで持ち込みましたけどもね、もったいなかったですよね。ナイジェル・デヨング、ファールに遭います。オランダ、ここからの直接フリーキック、ぶっと打ってきた。まあちょっと遠かったですけどね、悪い選択ではないですよ。大久保、遠藤、ドリブルで駆け上がる。中には味方がいない。ここは精一杯クリアします。まだチャンスは続きそうです。左へ、左からチャンスを作った。そして前線、センターフォワード本田、待っていた。アイティンハー、左、さばいて、ナイジェル・デヨング。さあアディショナルタイムは2分。サイドからの攻撃、送って、ちょっと合いません。アイティンハー、ファンボメル、アイティンハー、そして今試合終了。日本圧勝です。実力を見せてくれました。しかし北澤さん、今日の試合ですがどのようにご覧になりましたか。そうですね、差がついた試合になりましたよね。日本としては申し分のない試合だったと思いますから、もう大満足でしょうね。そうですね。それでは試合の情報を振り返ってみましょう。日本シュート数でも相手を上回っているようですね。そうですね、特に後半に入ってからそういった場面多かったですしね。本日の結果は4対1、日本試合をものにしました。そろそろ放送時間も少なくなってまいりました。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。実況はジョン・カビラがお届けしました。それでは画面のハイライトシーンを見ながらのお別れとなります。皆さんまたお会いしましょう。